大有り北部環境組合は、愛知県港南市、犬山市、羽郡大口町及び不総町の新ごみ処理施設整備を目的とする一部事務組合。ゴミ処理に伴う大濃期新類の排出削減等を図るため、国が各都道府県に対してゴミ処理の広域化を推進するよう通知したことを受けて、愛知県は愛知県ゴミ焼却処理広域化計画を策定。 県内を13ブロックに区割りして、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町及び不総町の4市2町については、終わり北部ブロックと位置づけられ、この枠組みで、ゴミ処理の広域化を図ることとなった。2002年から4市2町における新ゴミ処理施設の候補地選定を進めていたが、最終的に候補地を確保するに至らず、2005年に小牧市と岩倉市が離脱。 残った西二町による再競技によって二千十年五月には犬山式六屋敷を候補地としたものの地元の同意が得られなかったため、再サイドの競技により二千十三年二月には港南市中半野町北浦に新たな候補地を定め、二千十六年三月にようやく決定した。二千十七年四月五日、新語未処理施設整備の事業主体となる一部事務組合として、 尾張北部環境組合を設置。現在、港南市と庭群不総町、大口町では、港南には環境管理組合環境美化センター、犬山市では、犬山都市美化センターでゴミの処理を行っているが、両施設とも稼働後30年以上経過し、愛知県内では最も古く、全国的に見ても老朽化が進んだ施設となっている。ありがとうございます。